一人の人間にとっては小さな一歩だけれども、人類にとっては大きな飛躍だ。これはお月様を人類で初めて歩いたアームストロング氏の言葉です。多額の予算を計上してお月さんを歩いて、それが一体、何になるんだということは、今日はちょっと考えないでください。とにかく確かに月を歩いたということは人類にとって大きな飛躍だと私は納得しています。1885年ぐらいから車が地面をこう走り回って、それで1993、4年から空を飛行機が飛び回るようになって、1969年にはとうとうロケットで月に到着しました。これは人類の挑戦の歴史だと捉えることもできるのではないかと考えます。知的なゲームにおいて、強い人間を打ち負かすコンピューターを作るということも、このような挑戦の歴史の一端を担っています。丸罰ゲーム、皆さんご存知だと思うんですけれども、丸罰ゲームで人間に勝っても、それは挑戦とは言えないのかもしれません。だけどゲームにはいろんな種類のゲームがあって、中には非常に難しいものも存在します。その中の一つに、例えば二人で争うボードゲームのチェスがあります。これは非常に複雑なゲームで、多様な戦略とか戦術を駆使しないと強いプレイヤーにはなれません。チェスっていうゲームは日本ではあまり馴染みがないんですけれども、西洋では非常にたくさんの方々が昔から遊んでいるゲームで、このゲームは1997年にIBM のディープブルーというスーパーコンピューターが当時の世界チャンピオンのカスパロフを破りました。なんとその当時、そのスーパーコンピューターは1秒間に2億局面も先読みすることができたそうです。人類が月に到達したのが1997年で、そこからだいたい30年ぐらいが経過しています。でようやくチェスでコンピューターが人間に勝てるようになりました。だからチェスで人間に勝つコンピューターを作るっていうのは相当難しい挑戦だったんだなと考えることができます。私の名前は保木邦人です。先ほど特任教授というふうに青木さんがおっしゃってたんですけど、特任助教です。札幌生まれで36歳です。古くから日本で遊ばれている将棋っていうゲームで強いコンピューターを開発するということに携わっています。今日は私がコンピューター将棋に興味を持つようになった経緯と、私が実際にやっている取り組みの内容、それと最後にコンピューター将棋今どうなっているのかということを簡単に紹介いたします。私は昔、そんな昔でもないんですけど、2003年から3年間、カナダはトロント大学で化学の研究をしていました。欧米では時間の経過の仕方が日本とは大きく異なっていて、日本だと、もうさっき起きたばっかりだと思ったのにもう夜寝る時間になっている、だけど今日何もかもが終わってないじゃないかという日も、しばしばなのですが、それとは対照的に北米の方では時間がかなり緩やかに過ぎていくようで、結構頑張ったなと思って、家に帰っても、まだ夜になっていない、まだ一日が終わってなくて、困ったな、これからどうしようと思うこともしばしばでした。でこのように心に余裕のある日々を過ごしている時に、偶然コンピューターチェスについて論じている論文に
出会いました。初めはゲームなんて真面目に勉強している人もいるんだなという冷やかし半分の気持ちだったのですけれども、次第に引き込まれていきました。計算機で積分とか対角化とかそういう数学的な計算をするというだけではなくって、ゲームで次の一手を試行するということまで計算できるのかと、非常に感銘を受けました。私非常に凝り性な性格で、それ以降コンピューターチェスに関する技術を熱心に調べました。それで仕組みがだんだん分かってくると、実際に自分でもプログラムを書いてみたくなるものです。人にもよると思うんですけども、私はそういう人間です。で、でも全く同じゲームでプログラムを書いても、もしかすると面白くないんじゃないか。でもその一方でチェスと大きく違うゲームに挑戦するのは、ちょっと難しすぎて、できそうもない。で、そのような理由で将棋に着目しました。私は将棋の専門的なことはあまり知りませんでした。小学校2年生ぐらいまでは将棋でよく遊んでいたんですけれども、その当時、相当な大昔なんですけれども、日本中の子供たちに子供たちを席巻した任天堂ファミリーコンピューターの巨大な波に私も飲み込まれて、将棋のことを忘れる日々をそれ以降過ごしていました。で、将棋のことなんてあんまり知らないので、チェスも将棋も大体あんなものは同じじゃないのか、どちらも王様を取れば勝つゲームだろうと、そういう、軽薄な気持ちで取り掛かる、コンピューター将棋プログラムの開発に取り掛かることができました。もし将棋のことをよく知っていたんだったらば、このようなことは起きなくって、将棋は非常に難しいゲームで奥が深い、確かにその通りで、そんなことを知ってしまったら、単独開発で、将棋プログラムなんてものを、気軽な気持ちで作ろうなどとは思い立たなかったかもしれません。結果論なんですけれども、無知なことが、いいこともあるんだなと思いました。それから根拠のない前向きな気持ちを半年間キープして、なんとなく自分で納得のできるプログラムを、作り上げました。コンピューターチェスで成功している力づく探索という、方法があって、それを、将棋に応用したり、それとか江戸時代の頃から脈々と、続いている、強い人たちのそのゲームの記録棋譜を、計算機で処理して、将棋の、有利不利などのそういう曖昧な判断を計算する方法を開発したりしました。で、自分で言うのもなんですけれども、結構いいものができたんじゃないかと当時思いました。で、せっかく作ったんで大勢の人に、遊んでもらおうと思って、インターネットで公開しました。そうすると、自分の予想をはるかに超える反響が返ってきました。当時の将棋プログラムと比較すると、私の作ったプログラムはちょっと作者の性格とは反対で、非常に攻撃的な性格を持っていて、どんどん攻めてくると、だから多分その方が遊んでて楽しいんだと思います。あと当然そのインターネットで無料で配布したと、いうことも手伝って、瞬く間にコンピューター将棋に興味のある方の間に広がっていきました。このプログラムの名前、ボナンザっていう名前を付けたんですけれども、よく聞かれるんですけど、特に意味は、深い意味はありません。名前に B とか Z とか入ってて、ちょっと目立ちそうだなと、そういう理由です。それでボナンザ攻めとかボナンザ囲いとか、そういう造語も生まれたりしました。公開したのが2005年で、翌年に2006年でコンピューター将棋の強さを競うコンピューター将棋選手権で初出場で初優勝したり、その翌年の2007年
では歴史で、公式戦としては初めてとなるプロ棋士とコンピューターとの対戦、将棋で対戦ということを行う機会をいただきました。対戦相手は人間で最も強い将棋指しの一人と言われている渡辺明竜王です。周囲の予想と反してその当時ボナンザは非常に前線はしたんですけれども、惜しくも敗れてしまいました。やっぱり人間は相当強かったです。で最後に2008年自分がやってきた作業を締めくくるという意味で、ボナンザの設計図ともいえるソースコードをインターネットで公開しました。昔は強い将棋プログラムっていうのはほんの、一握りしかなかったんですけれども、昨今では強い将棋プログラムの数が一段と増えました。将棋で、人間の強いプレイヤーが、持っている、早いとか熱いとか、遅いとか、そういう曖昧な概念を計算する手法を確立したんじゃないかと考えています。そこで、将棋でその形勢を判断する計算方法を発見して、それが何になるんだということを、私自身考えたりもするんですけれども、とにかく何でもいいから今までできなかった非常に複雑で難しいことができるようになったと、それだけでも一定の意味はあるんじゃないかと考えています。1920年にマグネトロンっていうものを作る技術が起きて、これはマイクロ波を発信する装置なんですけれども、その当時の技術者は、例えば、おそらく、将来技術がさらに発展していって発達していって、そしてその発信機が小型化に成功したり量産化されたりして、世界中のたくさんの家庭でチンして温めるという意味で社会に貢献するようになるとはとても想像ができなかったと思うんです。とにかく新しいことができるようになったというだけでも、一定の意味があるのではないかなと思います。コンピューター将棋は今非常に強くなりました。今年の1月に伊藤英樹氏の開発したボンクラーズというコンピューターのプログラムが米長邦雄永世棋聖と対局して見事勝ちました。米長邦雄永世棋聖は現在現役を退かれているとはいえ、現役時代には最も強い将棋指しの一人と呼ばれていた方です。将棋においてコンピューターが人間を完全に凌駕するという日もすぐそこに迫ってきています。人工知能というものが情報工学で一つの大きな分野で、コンピューターが人知を超えればいいなという夢があります。現在人間のように考えるコンピューターが作られるという気配はないんですけれども、それでもコンピューターが人間を凌駕する限定的な領域というのは日々拡大していっています。だから映画にあるような人間の知能というものが完全にコンピューターに取って代わられてしまうというような日も本当にいずれ来てしまうのかもしれません。これで私のスピーチを終わります。